キーズルンサンバラ、ゆうたさんハート音符、アヌネサンバラ、ありがとうございます。めっちゃ目が乾くんですけど、うん、うん、そらさん音符ありがとうございます。ソラさん、音符ありがとうございます。最近ショールマジルそれはそう、まあ、ちょっと急に始めるのもね面白いなって感じなんですけども、私的にはね急にね、ということで、以前ね11月の初めに募集してた、こんばんはピーナッチ、募集してたやつとをね返したいと思います。本当はインスタで返したかったけど、インスタで返すのはねすごくあのなんて言うんだろう、一回一回こう画像とかをね決めてたんですけど、ちょっともう12月入っちゃったので、ちょっともうショールームでやっちゃおうかなってことで、ショールームでやりますので、ぜひって感じですって感じなので、失
問に答える配信になるんですけども、なります。イヤホンどこやったっけな。いっちゃんさん、ハートありがとうございます。まんじ使ってて悪った。まんじ、まんじ、って感じですね。ってことで、でもね、あのね、このやつに、このやつに今月のハッピーバースデーを書いてたんでね、まるまるちゃんおめでとうっていう謎のものが来てますね、たくさん。うん、マジマジ。ってことで答えます。これは、まあ、匿名なんでね、何書いたか忘れたと思うんですけども、そう、何書いたか忘れたと思うんですけども、ちょっとまあ思い出しながら他人事のように聞いてください。ちょっと待って、雪平さん、なんだこれは、ハロウィンブーツ、ハロウィンじゃないわ、クリスマスブーツかな、わかんない、ありがとうございます。ということで答えていきます。でも結構みんなおめでとうみたいなやつが多いですね。おめでとうございますって私になぜか来てます。なるが生まれた2日後に生まれました。それはねすごいですよね。普通に私もランリーが生まれた4日後に生まれてるんですよね。実はね、ランリーと本当4日差ぐらいです、実は。です。こんばんは。俺も今月誕生日、おおおめでとうございます。おめでとうございます。先日ですが、先日じゃない、先月ですが、おめでとうございます。マシュルちゃんと同じ誕生日よし、マシュルちゃん、確かにメンバーと同じ誕生日とかだったらすごいちょっとテンション上がりますよね。うん、って感じ。俺の誕生日はイサが生まれた日の3ヶ月半後ぐらい、同い年かな、じゃあそういうことじゃない。冬といえば、雪。冬といえば雪、クリスマス、お正月。なんだろう冬といえば、まあそんなもん。冬といえばなんだろう、普通に。でもクリスマスって感じで、あ、イルミネーション。私はイルミネーションがすごい大好きです。うん、
お花とイルミネーションが好きですね。 あとおでん、あのコンビニのおでんがめっちゃ好きで、そうめっちゃ好きで、冬にね、去年とかもコンサートとかもあったんですけど、お昼ご飯とかにね、夜ご飯とかにこう自分でねコンビニに買いに行く機会も結構あったりとかするので、 その時にもう必ずと言ってもいいほどおでんを食べます。コンビニのおでんってすっごいなんかめちゃめちゃ美味しいですよね。なぜって感じ、なぜって感じぐらい、からしはねつけないです。すごいあのなんていうんですかね、だしつゆみたいな、つゆかな、がめちゃめちゃ美味しいので、あとからしはシンプルに苦手かな、わかんない、多分苦手だと思う。ハウステンボスのイルミネーションはもう本当にレベチです。皆さんぜひね、こういう機会が落ち着いて来年ね、来年の今頃、今頃じゃなくてもハウステンボスのねイルミネーションは結構年中レベルでやってるっていうか、結構イルミネーションやってるイメージなので、ちょっと調べてでぜひ行ってみてほしい。本当にめちゃめちゃ綺麗なんですよ、光の王国で、ね、光の王国はめっちゃ綺麗だから、ミサッキーとね行こうとしてたんですけど、普通にミサッキーと行きたいなと思ってたんですけど、まあこういうことに、ね、なってたのでね行けなかったんですけども、です。私も誕生日が11月で、11月17日が誕生日です。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ミサのパーカーの紐結んで着てるのが好きなんだけど、写真ありますか？写真あるかな、あったらメールで送ります。多分あると思うんだけども、最近パーカーすごい着てるから、なんならもうパーカーしか着てないですしね、多分あると思う。結び目が見えないな。ゆうとさんだるま、ありがとうございます。観覧車から見るイルミネーション、あ、そう、ハウステンボスはね上から見てもすごい綺麗ですよね。ちょっと高台と言いますか、観覧車とかから見るとめっちゃ綺麗です。そうなんですよ、めちゃめちゃ綺麗なので、あるかな、あ、ありますね、パーカー紐結んでるやつ、これはメールに載せるのでぜひ見てください。あれシャス最近つけてないけど、ファンマークってエイト桜黄色ハートですか？エイト桜黄色ハートはすごいね迷ってます。なんかもう私がね個人的に、なんだっけ、ちょっと分かりやすいようにね名前をね前変えたんですよ。河原瑞希ミスターですってやつに変えたら3文字入らなくなっちゃってシンプルに3文字入らなくなっちゃって、ちょっとねひまわり1個にしたんです。だから全然つけなくても大丈夫です。うん、オレンジハート黄色ハートは最近使いますね。あとはあれです、虹に赤ハート、ヒュートーンとして
ヒュートーンで使ってるんですけど、いつもあれもいいよね。ヒュートーンを表す虹とあのカラーを表す赤、私赤担当なんですけど、そう赤担当なんですけど、その虹のヒュートーンの虹と赤色だよっていうハートの赤いハートをつけてね、よく使ってるので、それもそちらもぜひお使いください。赤いいよね。赤最近好きです。なんかめっちゃ赤っていうよりはさりげない赤、可愛いなって思います。靴下とかなんかしれっと取り入れる赤がめちゃめちゃ可愛いなって思います。今年の活動で今年の活動で自信を持ってファンに恩返しできたと思うことは何ですか？そうですね、今年はもうほぼ活動してないに等しいんですけど、やっぱヒュートーンですかね。ヒュートーンのセンターに、ヒュートーンのセンターになれたのは、選んでいただけたのはすごい、ちょっとはね、歓喜をプレゼントできたのではないかと思っております。って思います。ほんとヒュートーンのねライブをすごくしたいんですよね。私ヒュートーンのライブをやりたい。目指すはヒュートーンで、ちょっと大きなところでコンサートと、あと歌番組とかにもヒュートーンで出たいんですよね。すごく。そう、オリジナル曲も作って、みんなで MV 撮影とかめちゃめちゃね、憧れです。ヒュートーンで MV 撮影、めっちゃ憧れなので。ちょっとね、ぜひ次のシングルあたりお願いしたい。新劇場で、いや、もう一個劇場作ったら、もうほんとメンバーの忙しさ大変なことになりそうなのでね。うん、今でさえ AKB48、 5チームと、まあ他の公演があればあるって感じなんですけども、やっぱね結構ね毎日やってると結構大変なのでね、皆さん。ってことで、そう、ユニット曲ね、はい、オリジナル曲がすごく今一番欲しいです。すごく、はい、8曲の選抜に入ってね、8曲も欲しいですけども、次のねシングルのカップリングあたりに入れていただいたら光栄です。嬉しいです。そうですね、そう。でもほんとねすごいバランスいいなと思いますね、ヒュートーン。そう、私は多分なんだろうな、私が多分センターにいることによって結構バランスが保たれてると思う。私はなんかあのなんだっけな、なんかなんだっけ、新芽、ザ新芽みたいなメンバーがいないなとは思ったんですよ。なんか系統がねみんな違うなって思って、やっぱマナクルはマナクルじゃないですか。マナクルはマナクルだし、年長メンバーのねゆうなちゃんと前田彩香はここみたいな、もうここで2人で新芽っていう、なんかすごい新芽感がみんなあるんですよね。そうだからそれもねすごいバランスいいなって思ってました。レイちゃんと
長谷桃もなんかなんて言うんだろうな、そうすごい末っ子2人でザ・神明って感じですね。そうだからセンターでね、より私が輝かないと神明、その神明もね輝かないので、私は頑張るしかないといった状況、頑張るしかないと言っても過言ではないって感じなんですけど、そうでも全員みんながみんなセンターがねできるし、できるのですごいチームだなって思っております。そう、あとみんななんか真中は MC とかうまいし、ゆなちゃんもまとめるのがうまいし、めちゃめちゃボケもしてくれるし、ボケ担当みたいな感じだし、くるみもちょっと天然なところがあるのでボケもできるし、あの年ですごい冷静にね考えれるし、えいちゃんもすごい一生懸命ね、いろんなことをみんなで一生懸命してくれる。長谷桃もねすごい、長谷桃をねみんなで支えられてるのもすごいなって思うし、そうまだ加入してすごい間もない時にね優等になったけど、そう着実に成長しております。うちの長谷川も長谷桃も成長してますね。前田さんも最年長なのにいじられ、最年長だけどいじられキャラというね最高の地位にいらっしゃいますし、そうすごいねめちゃバランスいいなと思ってましたね。この前のあのなんだ、この前もライブをさせていただいたんですけど、そう前田さんはね最年長ですね。そうゆうなと同い年なんですけど、誕生日がちょっとまやちゃんのが遅いのでまやちゃんが最年長って感じなんですけどね。そうって感じ。背は高いですよ長谷桃も、確か分かんない、同じぐらいかな、同じよりちょっと上だぐらい、まあ、最近会ってないんでねよく分かんないよって感じなんですけど、まあ高かったような気がする。うん、いろんなメンバーがいますね。長谷桃フレッシュ感がいい影響を与えると、長谷桃フレッシュだけどなんかみんなフレッシュ、なんかいろんな、なんて言うんだろうな、なんか各フレッシュ感があるというか、くるみはなんかパッと弾けたキュートなフレッシュ感といいますか、まなかは次世代感があってすごいフレッシュだと思うしって感じですかね。だからみんな違ってみんないいユニットになってます。そうだからすごくねコンサートをしたいと思っております。私は155ですかね、はい、最近全然測ってないんで分かんない。4月は155かな。一人一人よく把握しろ、人間観察が趣味です本当にめちゃめちゃメンバーとかをね観察しちゃう。なのでそれが結構まああれなんですけどね、そうめちゃめちゃ人間観察しちゃうんですよ。ももちゃんも確か人間観察をしちゃうって言ってて、
すごい親近感を湧いた覚えがあるんですけど、めっちゃ人間観察しちゃうんですよね。なんか普通に電車の中とかでも言っちゃうよね、人間観察。あの人どうな、こう思ってそうだな、こう思ってそうな顔してるなとか。大西です、大西すごい考えちゃう。はい、ファッションの写真かっこいいです、また美咲コレクションお待ちしてます。そう、ありがとうございます。なんかすごい最近はね、なんかすごいある写真じゃないけど、あるこうある服でどうおしゃれに着こなせるかっていうのを自分の中でやってます。でも写真撮るの忘れるんですよね、いつも。だからね撮らなきゃなとは思ってるんですけど、そう素敵な、まあ、いいじゃんと思ったファッションを着てもですね、写真を撮るのを忘れちゃうんですよね。ちょっと吉田の変顔で、変顔じゃない、吉田の謎の写真出てきたけど、そう最近だから撮れてないかな、全身写真あんまりって感じかな。そうだからちょっとインスタもね最近更新できてないんで、最近だからなんて言うんだっけ、加工まではしてね、保存っていうか下書きをしてる状態なのでね、ちょっと出していけたらなと思います。お気に入りのヘアアレンジがあったら知りたいです。お気に入りのヘアアレンジ、なんかあれですね、コーディネートによりますね。私はなんかなんて言うだろう、なんかちょっと清楚っぽい時はハーフアップとか、普通にもうこのままでいくよね。でもたまにすごいいい感じのストレートがかかってるので、これをよく外巻きにしてます。外巻きじゃ、外跳ね、こうやって外跳ねにしてます、最近は。あとはそう、友達と遊ぶ時とかも、もうこれに外跳ねとか巻くのもねすごい好きですけど、ちょっと巻くのはね時間かかるので、巻きたいなっていう気分の時に巻きます。そうって感じ。あとはそうだな、でも私カチューシャをねよくするんですよ。そうカチューシャをよくするので、カチューシャ巻いてカチューシャとか、こう外羽内巻きにしてカチューシャとか、カチューシャでもうあの終わらせちゃうことが多いですね。そうって感じです。そのハーフアップとか、あとここだけねじってこう中に留めたりとか、あとヘアピンでね、ここだけこう留めたりとかも
してます。カチューシャ似合うイメージ、なんかすごい衣装でもね、衣装さんがカチューシャを当ててくださることが多くて、なんかもうほぼカチューシャ担当みたいな感じでになってます。そうだから結構衣装さんとね、まあ、よく話したりもするんですけど、リサはカチューシャ担当って前言われたので、確かに多いなとは、カチューシャ多いなとは思ってたけど、すごいねカチューシャ好きなので嬉しいですって言って、そうって感じですね。みんな誕生日おめでとう、エイト大好き、ずっと応援します、だってありがとうございます。そう、エイトでも B でもカチューシャをよくつけてますね。15日誕生日おめでとうございます。今月誕生日のメンバー11月か、確かに、まあ、12月も11月もめちゃめちゃ多いっていうイメージ。11、12がすごいね、プレゼント選びにね迷いますね毎年。そう、温暖化がバーッとなるので、はい、最近お気に入りのお洋服のブランドはありますか？この秋冬はどんな感じのお洋服を着たいですか？私結構ねキュートな服も最近好きなんですよ。そう、キュート系の服も好きですし、あとはなんかブラウス、すごい大きい襟のねブラウスが流行ってるんですけど、ブラウスもねすごい欲しいなって思っております。そう、あとはでも大人っぽい服も好きなので、なんか大人かわいいみたいな、大人かわいいというか、なんて言うんだろうな、かわいいけどかわいすぎないぐらいの服が最近は好きです。そう、そう、あとは今年はねすごいあのなんだっけ、ニーハイブーツがめっちゃ欲しくて、ニーハイブーツのあのヒールがねあんまり高くないというか、なんならもう厚底のねニーハイブーツとかをよくね、最近よくというかもう本当に毎日レベルで見てるんですよね。だからニーハイブーツをめっちゃ欲しいです。今一番欲しいもの、ニーハイブーツ、ファッション系で言うと。そう、あとはレザー、フェイクレザーが流行ってるんですけど、まあ、フェイクレザーは普通に可愛くてね前から欲しかったんですけど、フェイクレザー系も欲しいなって思うし、そう、あとはパーカーがね最近欲しいなって思うんですよ、新しいやつが。そう、厚底ブーツ今欲しいです。今月楽しみなことは、11月ですかね、11月は分かんない。りんちゃん24歳のお誕生日おめでとう、これからもずっと推しメンだよ。そうだな、私はぜひそれはりんちゃんに言ってあげてください。あとは最近はねあれ、韓服、あの中国の服かな、中国の服、韓服がめっちゃ綺麗だなと思ってめちゃめちゃ見てます韓服を。
ちゃ綺麗なんですよね普通に。あとはだからふわってなるスカートとかも好きなので、なんか長くてふわってなるスカートをよく集めちゃいます。そうそうそう、長くてなんかすごいいい、なんかふわふわすぎず透明感がねすごい、透明感があるかわいいやつが最近は好きです。いっちゃんさん、バラありがとうございますって感じですかね。すごい好きです。あとはそうだな、あとはマシロちゃんとトムさん同じ誕生日、あ、そうなんだ。いっちゃんさん、クリスマスなんだっけソックス、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やべ、足しびれそう。って感じです。11月生まれのメンバーの皆さん、おめでとうございます。私の誕生日月でもあります。おめでとうございます。体調崩さないように、最近忙しそうだから体調崩さないように。そう、あの多分ね、あれを書いてた時ですね、似顔絵を。ありがとうございます。関東白書の放送に、関東白書、とても多くて嬉しい。ちなみに14誕生日おめでとう皆さん。メールに流れる温かい雰囲気が好き、見てますよすごく。たまに写真ありがとうのいいねをしてます。ちょっと待って、15周年延期ね、まだ。
かんないけど。はあ、15周年はいつあるかわかんない、わかんないけど、もう15周年記念配信はあるらしいですね。各チーム代表メンバーと全国各地メンバーをリモートでつないだ配信形式のトークイベント。あ、8か。31は大晦日の公演。何をするんでしょうか。という感じですね。15周年いつあるんだろうな。15周年記念年何何年忘れだろう、年忘れだよ、年忘れ。大晦日忘年会公演と15周年記念特別記念公演は逆じゃない、別だよね、これは別物ですね。だからソロのやつじゃないと思います。うちらもよく分かってはおりませんが、別物だと思う。最後になんか15周年と忘年会公演って別々に書いてあるから、別物ってことじゃない？わざわざカッコつけてね、ってことって。うん、ってことなんですけど、9時16分一通り終わったかな。そう、一通り終わったので、ふうって感じですかね。ちょっと待って。
ダンス系の歌とキュート系の歌の中でどちらが好きですか？私は、どっちも好きですね。普通に、なんかやっぱどっちかをやってると反対の方をやりたくなると思います。それこそどっちもできた方がいいなって。横ちゃんもね、どっちもできますよね。ダンス系ももちろんできるけど、彼女になれますかとかをやってる時の横ちゃんもめちゃめちゃ可愛いんですよね。そう、なんか前、めっちゃ前、本当に1年前ぐらいかな、なんかね、AKB のコンサートの K、チーム K が彼女になりますかをね、踊ってたんですけど、そう、で、次、ちょっと B のリハやるから、後ろでね、見てたりしたんですけども、ヨコちゃんは可愛すぎてね、後ろで、誰だっけ、 B じゃない、8かな、可愛すぎてコールしてました後ろで。そう、私たち側にね、ヨコちゃんがいたのでめちゃめちゃ目の前にいたんですよ。キューティーズとフォクシーズを選ぶとしたら、私はでもフォクシーズかな。キューティーズも、まあキューティーズもやってみたいですね。私キューティーズは一回、キューティーズというか、キュートエイトみたいなやつは一回しかやったことないんですよ、実は。そう、めっちゃめちゃ最初の、頃。そう、めっちゃめちゃ最初の頃なので、に、なんかそう、 若いメンバー、新人メンバーとかがみんなキュートにね入れられて、2代目とかがキュートにみんな入ってた時に1回キュート8みたいなやつをやったんですけど、それ以来はもう本当にダンス8フォクシーズみたいな感じになっておりまして、そうからね、キューティーズもやってみたいっちゃやってみたいです。そうだから、どっちもやりたいですよね、結局。可愛い系の振りとか表現は8に早く加入してから始めた。そうですね、本当にヒップホップしかやってなかった。ヒップホップというか、もうヒップホップ中心に先生がいろいろやってくださる先生だったので、ロックとかガールズとかワックとかめちゃめちゃやってました。いろんな R&B とかハウスとか。2代メンバーはフォクシーズとかダンスエイトとかにはねあんまりいないですね。毎回カレンちゃんとダンスエイトやって、フォクシーズで確かアイリも行ったかな、ハツカもいた？いないかな。誰かいたような気がする。って感じ。誰かいたなーって感じ。誰だっけ？クシーズは。ハツカじゃなかったっけな。マイリはいたってイメージ。熊本ツアーがすごい楽しみ、早くしたいなって思います。私は熊本ツアーとか、あと神奈川ツアーもね、ね、なんかユニットのランキング募集したまんまになってるので、ちょっと早く神奈川ツアーかね、やりたいなって思います。結構でっかい
神奈川ツアーはね、すごいでかいところでね、やるじゃないですか。だから、すごい多分あんなにでかい、大きいところで やるのは私多分初めて。外資はでかかったか。外資はめちゃめちゃ大きかったんですけども、そう、エイトでっていうのをやったこと、ハルコンとかしかねやったことないので、めちゃめちゃ楽しみです。そう、カバキツさん、かわいさん、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみだから、早くしたいなって思いますね、個人的には。いてててててて、キューティーとダンスと歌に分けるの、まあ歌はでも多分踊りたいメンバーがいっぱいいると思うんですよ。歌は歌い、歌も歌いたいけども、やっぱり踊りたいっていうメンバーが多いと思う。ハツカもとかサヤリンとかもね、歌うまいけどやっぱり踊りたいっていう思うと思いますよ。だからユニットとかでね、前やってたよね、まあ、ユニットもハツカは踊りたいって言うと思うけど、そう、15周年延期です。です、延期になりましたけど、すごい楽しみは増えた。楽しみがちょっとね、長引いたというか、そう、メンバーもね、練習する時間が長くなったので、まあ15周年はいつあるかはよく分かんない、まだ分かんないなって感じなんですけど、メンバーがね、練習する時間が増えたので、多分よりいいパフォーマンスを見せられるのではないかと私は期待しております。私が一番楽しみなのは千織さん、アイスの実のやつ。そう、配信でね、前私はあなたはアイスのみのやつを言ってくれたんですけど、それがすごくキュートでいらっしゃったので、めちゃめちゃ楽しみです。そう、あとは、そうだな、あとは曲名は明かせないけど、誰が楽しみだろうな、そうだな、まあ私は横ちゃんも楽しみですね。うん、個人的にあれが見れそうだなと思って、ゆこちゃんは楽しみです。あとはでも、宇多田ハツカの衣装も私がね、これはって言って提案してしたのをちょっとね、提案してくれたので、めちゃめちゃ嬉しかったので、宇多田ハツカの衣装もすごい注目してます。あとはおだえりかな、おだえり、おだえりっていう曲なので、めっちゃ楽しみです。小田ちゃんは、あと京香も楽しみですね。京香は、そうそう、京香はですね、温暖化がね、意見を出して、こういうステージにしたらいいんじゃないかと意見を出させてもらってもらったので、すごい楽しみです。
って感じですかね。まあ、火の粉も楽しみかなって思います。火の粉も楽しみですね。あ、田口真奈も楽しみですね。はい、田口真奈は衣装がすごく楽しみ、まあ、いつあるかって感じなんですけど、キューティーズ、投票できますか、ファンの考えも知りたい。確かに、まあもうどっちもやりたいですね。はい、どっちもやりたい。逆にキューティーズの中に2曲ぐらいフォクシーズみたいな曲を入れて、2曲3曲ぐらいフォクシーズみたいな曲を入れたり、キューティーズの違う、フォクシーズの中にキューティーズっぽい曲を3曲入れたりとかしたら、どっちも見れるのでね、すごいいいかなって思います。チョコレートさん、いいねスタンプありがとうございます。です。9時半、9時半ということで終わりたいと思っておるのですが、そうだな、終わりたいと思っております。ちょっとどうしよう、まあいっか。はい、ってことで1時間ぐらい経ちましたかね。じゃあランキングを読みます。13位ツーリンダルマさん、12位ソラさん、ミスターノア、11位いっちゃんさん、10位カバケチさん、ミスターノア、9位大木まさよしさん、8位ナンバルブさん、ミスターノア、7位ゆきひらさん、6位ココさん、5位 MT07 さん、4位チョコレートさん、3位ユーアトさん、2位アヌネさん、水坂聖子、1位ジョークスナさんです。4064人の皆さん、本当にありがとうございました。それでは終わります。バイバイ、アニョン、シーユーレイダー、バイバイ、アニョン。